待って、わからん。僕フォルテ。おはようございます、ジョフォルテです。マザーです。今日はですね、まあ僕はピアニストとして活動しております。母はピアノの先生として指導してます。でね、まあピアノの先生もしてるんですけど、審査員とかも結構いろんなのやってますよね。はい。ってことは耳がまあある程度超えてると、うん、まあ僕もあの母親も。はい。何に超えてるかっていうと、ピアノに対しての耳が超えてるんですね。うん、そうですね。ということで今日はサックス格付けバトル。どういうことかと申しますと、私たちはピアノ専攻ですので、ピアノのね、良し悪しはすごくわかるんですけども、他の楽器はわかるのかというね、勝負をやっていきたいなと思ってます。はい。まずサックスやったことあります？はい、私はあの中学の時も高校の時も吹奏楽で負けた僕はまだサックスの音をね、人生でまだ数回ぐらいしか聞いたことないので、ちゃんと身近ではもしかしたらわからないのではなと思っております。しかしピアニストとして活動してるのでわかるのではないかと自分の耳を信じて、ぶっつけ本番で勝負をやっていきましょう。今回動画を用意させていただきました。知り合いの方からね、動画をいただいて3つの楽器を用意しました。今回は安い楽器を当てろという選手権をやっていきたいと思います。3つの楽器の中でどれが一番安い音なのか、ちゃんと分かるのかという検証をやっていきたいなと思います。やっぱせっかくだったら耳に特化して視界を奪いたいなっていうことなので、アイマスクを用意しました。今から3問ほど問題を出すんですけども、全部1は同じ楽器、2は同じ楽器、3は同じ楽器でいろんな曲を吹いてもらおうと思いますので、最後に何番の楽器が一番安く聞こえたのかっていう、そして理由とともにお互いに勝負していきたいなと思います。それではレッツアイマスク。はい、これ自作です。それではスタート。わからん。え、マジで？何が？まだ1番しかやってないよ。いや、全く。違いみたいなのはあったんですけど、どっちがその高くてそういう音になったのかっていう、その基準が分からん。サックスをこれ負けたかもしれないです。第2問いきます。マジか。分かったかも。マジで、うん、俺はどっちにかけるかで迷ってる。もうそのこっちの音が高いんだって信じていくしかない。じゃあ最後のラスト問題、はい、俺は正直悩んでるよ。ちょっと待って、3番目の問題になったら奏者のクオリティが上がりすぎてからまずなんか安い楽器とか高い楽器とかもう分からなくなってきた。うん、曲の難易度っていうのもあるのかもしれないね。うん、you
はい、というわけでアイマスク取っていただいて大丈夫です。はい、はい、どうでした？分かった、うん、俺はその違いは分かったんだけど、なぜそっちが高くてっていうのを信じていいのかが分からない。うん、私はなんか昔やってた楽器の音がする。それはずるいやん。自分が吹いてた楽器は安い楽器だった。高い楽器多分だって学校で貸してくれる楽器だもん。あ、なるほどね、うん、じゃあそっちを信じて、安い方を選べばいいと、うん、じゃあ分かりました。いざ答えタイムといきたいなと思います。1番、2番、3番の楽器の中であなたが安いと感じた楽器は何番でしょうか。せーの、1。まさかの被ったやないか。どうしてくれるんや。動画のオチとしては面白くない展開になってきましたよ。あ、じゃあ1でいきたいなと思うんですけども、うん、じゃあ僕サックスやったことない人間からの1のした理由、はい、まず正直な話、すっごい迷ったんですね。1番と3番、すごい1番はどちらかといったらなんていうんだろう、パリッとした感じ、うん、で3番はどちらかといったらまろやかな感じ。1番と3番がどっちが高くなるのかがその分からなくて、まあ理由としてはサックスはもしかしたらパリッとした音の方が、うん、いいのかと思って、1番がもしかしたら高くなるんじゃね、で3番がもしかしたらそのなんかその安い楽器なのかなって思ったんですけど、正直分からなくて、自分の中でいい楽器って結構まろやかなイメージがあったから、もう信じて1番をまあこの中ではまだお手頃な価格の楽器なのかなっていうので1番を選びました。はい、ではまずは見解をどうぞ。はい、私はやっぱり音にツヤがあるんですよね。あ、もうそういうツヤという言葉使っちゃうね。はい、どうぞ。はい、なんか音にツヤがあって伸びがあって、伸びも使うね。そう、綺麗になんかフィガートが綺麗だったからやっぱりそうかなと思うんです。まあ、1はなんか私が吹いてた楽器にちょっと近かった。あ、なるほど。だからそれを選べば大丈夫じゃないかと、うん、なるほど。では答え合わせをいきたいと思います。じゃあちょっと答えを見てきます。1番、2番、3番の楽器の中で、その中で安い楽器は1番です。はい、無事格付けクリアです。ピアニストとピアノの先生、ピアノの審査員をしているコンクールのね、まあ人たちの耳は今の段階ではサックスもクリアできたよと、ギリ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 だったんですけど、僕としてはね、まあ母親余裕だったと、うん、さっき見てきた答えで、うん、まず1番の楽器が10万円の楽器だそうです。で2番の楽器が50万円の楽器だそうです。かなり上がりますね。そう、俺もね、そこ急に上がって、え、こんなにあったんだと思ってちょっとびっくりして、で3番が60万円の楽器だそうです。あんまり上がり幅がないですね。そうだからまあ1番を選びなさいっていうのはもしかしたらイージーな問題だったのかもしれません。これがもし、順位付けろとかあったら難しかったかもしれないですけど、難しいですね、はい、そう、2と3がちょっとね、いや、そう、分からなかった、他の楽器でも今後ね、バイオリンとかクラリネットとかフルートとかもいいんじゃないかなとか思っているのでね、はい、まあ、ピアノはすごいスペシャリティな方たちなんですけども、他の楽器は正直に多分間違える可能性があるので、今回はまあ、ギリギリいけたんですけど、どうなるか分からないので、また僕たちの親子対決を楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、皆さんね、正解しましたか？一緒に問題解いたかなと思うんですけどもね、正解された方はどのくらいいたでしょうか？というわけでね、また楽しみにしといてください。ぜひまた会いましょう。というわけで、バイバイ！バイバイ！